今年度は次の4名の方々に決定いたしました。厚労省、阿部修也、エンジニア、アーティスト。同じく厚労省、柏原充、音響効果。同じく厚労省、中村君彦、コミディア実行委員会代表。同じく厚労省、松本俊夫、映画監督、映像作家、映画理論家。以上、4名の方に厚労省が決定いたしました。